しいのもね、来てましたよ。まあ、でもちょっといろいろあるけど、ちょっと気がかりだったところから行きたいんですが、あ、こちらですね、これ、一個、本当に、一個すごい気になるのが、あのさ、おっぱいでかいよ、さすがに。いや、こんなでかくない。あの、なんかさ、全体的に、このもらったイラスト全体的に見て思ったんですけど、もう全体的におっぱいがでかいんよ。キャジ、ごめんだけど、そこまででかくない。期待が重いねん。な、どんだけでかく、まあいいよ、いくら持ってもいい、おっぱいはいくら持ってもいいとされているけど、まあ、こんなにでかくないですと。まあ、これでもエッチですね。まあ、なんかこれ見た後だと、なんか全てが劣化に感じ、マリンが全ての劣化に感じられてしまうから、ちょっとあんまりエッチなボディを描いてこないでほしいんですけど、てかエッチなの多くて、本当に。本当にエッチなのが多くて。やっぱりさ、船長がお給料が、おっぱい支払いだって言ったせいか知らないんだけど、なんか、非常にね、気持ちから来ているイラストがですね、おっぱい支払いしやすい服装が多かったんですよ。このようにね、はい、こちらもね、なんかお給料を支払いやすいように、ブラジャーなどはつけておりませんみたいな注釈が書いてあったんですけど、しかも網タイツで、スケベなんよな。いや、でも可愛いですね。白の、普段船長が黒コートなんで、白コートもなかなかにいいですね。おやおや、あ、これは船長のあれですね、水着衣装の時につけてるネックレスをつけていますね。まあ、そしてね、なんか首元の布、これね、普段はおっぱいの谷間に挟まって臭いみたいな感じの布でしょうね。今回は出してありますが、まあ、基本的に臭いでしょうというね、ものもありますと、非常にね、可愛いかなと。何気この片目隠れの髪型もかなり可愛いのかなと思います。闇タイツにね、肉がとにかく挟まりまくって、ボーンレスハムになっちゃうぞって感じで、出荷前提な勢いがありますということで、はい、ありがとうございます。